敵外調査を舐めるんじゃない。ゆめは諦めて死んでくれ。パーフェクト剣何ボタンが反応しないとしてちゃんと操縦して兄にエレンは渡さない。自由だなことは分かってんだよ。何も聞いてなかった。はい、ですですね。エレン、お前が言うか。なんだ私に言うか、お前言ったもん付き合ってんのか。イヤホン抜いちゃった。イヤホン抜くんじゃねえ。おー、すまないすまない。お前この中にジークがいることおかしいだろ。不自然だろ。いや、お前がいること自体おかしいよ。なんでいいんだよ。なぜ生きてる。そこを突っ込むか。さすが次の調査兵団お前に任せる。投げつけてんじゃねえ。調査兵団団長まずい。周り軍飛行船に乗ってるぞ。我々。ああ、俺が調達してきたよ。そうか。よー。戻しかお前。今飛び降りていってる小さい奴らはジークがわーって言ったら巨人化するんでしょ。叫んでみてくれジーク。うわー、ダブー。おい、身内で巨人化しちゃってるって。ミカサが、ミカサが離脱してないぞ。あ、申し訳ない。ミカサ今くっついてるぞ俺と。あれ、ちょっと待って。本当か。いや、くっついてるのは私だ。お前かい。くっついてるのは私だ。お前かよ。今どこにいるんだろう。迷子がいるんだけど。あのネクラ野郎を乗っけたつもりだったんだから。ミカサ安心しろ、私が2年前と同じように高級車で迎えに行ってやる。だからなんだよお前。年収低そうな車で迎え行くのかお前。誰が低収入だ。バカにするのは私のことでしょ。今はお前あれだもんな、 UFO クーペだもんな。やめろ、 UFO っていうのやめろ。銃を取らないとやばい。ガサちゃん、俺がジープで迎えに来たよ。おジークだけにってか。さすがエルビン。ビジネス笑いにも小座があるだろ今の笑い方。なんだ今の笑い方。助けて。アッカーマンだろ、ミカサちゃん。あ、まずい、これガチでいくよ。待って、ちょっと待って、やばい。何の騒ぎだ。あー、あれサシャのホーヒーです。サシャいないから。あ、いないいないよ。あ、すまん、見ようぞ。方角はお前からだよ。まずい。うガス、ガスを補充しておけ。死なきゃ。そっちのガスが臭い。今ガスを補充しておけ。十分足りる。命令だ。早い。私未来に行けるか。座標入ってる。座標カーナビみたいに言ってる。今からお前を迎えに行く。ほう、目標2番進め。2番呼びすんな。俺もセダンがあるぞ。十分足りてるぞ。エルビン、エレーだ俺。お、パワハラだし、パワハラだ。もう、そっちの車より絶対セダンの方がいいだろ。もう絶対こっちの方がいいって。もう誰もスキン持ってねえ。スキン持ってるはずなんだけど。そうだろ、これが巨人の力。まずい。あだ、あ、事故だ。ナチュラルに事故だ。何やってんの。交通事故だ。一人から運転しろ。警察呼ぶぞ貴様。おい、待て。イカサ、私の肩に首乗せてもいいぞ。遠慮しておきます。一回かられちまえお前。残念だったなエルビン。エレンとグリシャが家族だったら俺も家族だよな、ミカサちゃん。まあ嵐に襲われた今。嵐に襲われなかった。今すごい嵐だったんだけど。ちょっと地鳴らしか。今地鳴らし来たか。地鳴らし来た。完全に地鳴らしだね。ミカサ大丈夫。ミカサ、お前の家のところは地鳴らし来てないか。なんとか大丈夫。なんとか大丈夫か。大丈夫か。よかった。一人だけ致命傷を受けてなんだけど。一人だけ死にかけてた。私片腕飛んだ。すまない、手を怪我してたな。運転を見捨てしまった。では片目はどうした。片目も怪我したさ。怪我したのか。私が癒してやる。片目あれじゃない、隣に乗ってるやつのせいで怪我したんじゃない。隣に乗ってるやつのせいで怪我した。そうだね。おい、獣の巨人は俺が仕留める。力を貸してくれ。お前にしか任せられない。今日は一緒に協力する体で。マーレとエルディアが一緒に組む感じで。お前のせいで世界線めちゃくちゃだ。エルディア、お前が言うか。なんだ私に言うか。お前一番付き合ってんのか。お前が一番登場してるのも分かるんだよ。強いな。団長だからとかじゃなくてもう強いな。死人だから無敵なんだよこいつ。親父曰くは俺だけでいいんだエルディア。
いや私親父じゃねえぞ。お前ほど親父じゃないか。お兄さん。なんだお兄さん。お兄さん言える顔かそれ。おいみゆかさん、お前そんな武器で、お前敵が枯れると思ってんのか。お前これしかなかった。これを使う。ありがとう。敵外調査を舐めるんじゃない。死にたいのか。死にたくない。エルヴィンみたいに死ぬぞ。私みたいに死ぬまだ生きとるわ。死ぬ時よ、そこは。私久しぶりにミカサとゲームできて嬉しいぞ。私もなんかあれだな、キャバクラのお嬢さんと一緒に久々にゲームするおじさん。誰がキャバクラ常連のおじさんだ。ふざけるの。やっぱ地味じゃないかお前。それで言うとミカサがキャバ嬢みたいになる。そうだね、すまなかった、ミカサに失礼なこと言った。俺はこのままホテルに行きたい。やばいやばいやばい。手を伸ばせば届くところに答えがある。お前がそんなこと言うから、なんかちょっと強そうな敵が近くにいるじゃねえか。夢を諦めて死んでくれエルヴィン。ありがとうリボーイ。リボーイ。癖強い。言い方癖強いな。ダメだ、戦うんじゃない。ここで巨人の力を消耗するわけにはいかない。アンジさん、いいか、みんなをここまで率いてきたのは私だ。大勢の仲間を童貞のまま死なせてきた、そのけじめをつける。アンジさん、ハンネス、君を15代下ネタ兵団団長に任命する。え、俺っすか。下ネタ兵団団長に求められる資質は本番交渉を諦めないその姿勢にある。君以外の敵人はいない。みんなを頼んだよ。了解です。酒持ってこいみんな。おい、クソメガネ。わかるだろうリヴァイ、ようやく来たって感じだ。私の番が今、最高にカッコつけたい気分なんだよ。このまま行かせてくれ。童貞を捧げよう。君がそれ言ってるの初めて聞いたよ。ハンジさーん。さっさとお前死んでこい、ハンジ。私か。先に死ぬべきなのは。順番的に死ぬのはこれ私じゃないか、最初。そうだ、まずはエルヴィン。お前が死んでくれ。順番的に言えば俺だ。そうか。もう、キャラ嘘すぎて死んだことすら忘れられたな。ジークだとハンジにしたらわけわかんねえな、お前は。お前言う。お前さっきライナー出てたよね。お前言うそれ。うわぁ、そう祈れ。まずい、さっさと乗れぐせやろ。乗りボタンが反応しない。乗りボタンが反応しない。助けて。乗りボタンが反応しない。助けて。よし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 。リアルバグ起こってんじゃないか。今視聴者多分聞こえてないぞ。何もミカサ大丈夫か。大丈夫、呼吸してるか。ちょっと大丈夫か。別にお前の心配をするわけじゃないか。大丈夫か。運転気をつけろ。やかましい。ならいい。お前はすぐに死ぬからな。まずいな、次目標前のもん。お前ら本当にまずいぞ。撃て撃て。首都の巨人を奪還するぞお前ら。当然だ、私地下室帝国作りたいから。地下室帝国出たんだ。地下室帝国だから世界制になるよ。お前だって働かせるから。その巨人をそんな使い方するとは。お前お働きたくない。働かなければ勝てない。宿主がエレンからエルヴィンになってしまう。やろ。せっかく地下から出たのにまた地下送りかよ。そうだったな、お前は確か地下街育ちだったな。クラウマで地下育ち、地下ボーイだ。地下ボーイ。プチボーイの逆だな。それで逆だ。そういうことだ。お前は変わらずボロつきの目つきしてるな。お前に言われたくねえよ。お前も地下街のゴルつきみたいな目してるから。地下街みたいな眉毛してるな。そう、整えてなさすぎて無法地帯の眉毛になってるから。エミカさんにどうした、大丈夫か。何をしている。何をしてやがる。たまたまするんじゃないぞ。ピーピーターをお待ちください。あれガスだ。リヴァイ元で。なあ、おい、どうするの。お前らガソリンが持ってないのか。ガソリン持ってないか。ガソリン補充しろ。ガソリン補充。すまない。了解した。私は持っていない。補充しろエルヴィン。ここで入れさせてもらう。いや、癖強いな。せっかく褒めようとしたのにお前。癖強いな。眉毛。巨人化する勢いの。だったら。誰が眉毛の店員。ガソリンスタンドの店員より元気だったぞお前。まだここ敵いるかもしれないから気をつけろお前ら。気をつけろ。ミカサは私が守る。ミカサ、私にマフラーを巻いてくれてありがとう。お前じゃないんだよそれ。なんならミカサのセリフだし。確かに。私にまだ言うかお前。まだ言うつもりか。私に生き方を教えてくれてありがとう。あ、違う乗っちゃった、間違えて。何してるんだ。間違え乗った。さすがミカサちゃんだ。まず私の話聞いてくれミカサ。
どんだけ聞いてどんだけモテてんのお前。お前モテねえだろ。ダークネギ、俺は結構モテる。お前があんなすんのか。男性の岩陰に一人発見だ。気をつけとか。なぜ？ピンク色のパーカーだ。リトルマックか。スマブラだ。違う。そのピンク色のパーカーを剥ぎ取ってミトサちゃんに着させようか。そんな誰が着たかもわからないの。嫌だな。すまない。そんなこと言ってしまったよな。セクハラするな。お前が言うな。てめえが言うな。まあミカサ肌寒いだろう。今毛深いやつから買って着させてやるからな。嫌だな。おいちゆくな、睨んでるからな。うまさか俺の毛皮か。そうだ、お前しかいねえ。最近寒いか。ダメお前が巨人化すんのや。お、アンチめっちゃ近い。アンチ目の前。あ、ってきた。俺の勝利は近いぞ。エルビン、救助か。お前はもうここで死んでくれ。夢を諦めたらねえ、まだエルビンやったやつやったぞ。私は地下室に行くまで。ナイスだ。さすがリヴァイだ。エルビンの救助が終わったら車に乗る準備しろ。了解だ。ゲッサ投石返しするわ。パーフェクトゲーム。白けとろ、お前言わないでくれ。俺が運転するからアンチなんて適当な岩陰に入れ。了解だ。乗れないもう。このバイク何とかしてくれ。そこアンチ入ってるな。この木もいいぞ。その木の俺は敵の注意を引きつけてそのまま運転する。お前はドリンクを飲め。向いてたのんきなやつがいるぞ。こんな真剣な時に今なんか歌ってたやつ。おい、集中しろ、行くぞ。建物に隠れろ。すげえ、突撃。あ、やめろ、腕。ごめん。うわあ、だ。おい、どうなってる。ああ、待ってくれ。うわあ、行くぞ、こっちだ。すぐ、しばけ。どうだ、マネーも行け。うわあ、ナイス、ナイス。さあ、ゲームセット。俺のセリフ飛んだ。誰が倒したんだ最後。エルビンじゃないか。いや、私くたばってたぞ。俺も回復してたぞ。最後倒したの私かも。さすがは同じアッカーマン。さすがだ。役に立つ。ジナラ知ってるか。今ジナラ知ってるか。まだ死ぬぞ。戦いに勝ったけどジナラスに負けた。ジナラシが私のとこに来たよ。私踏みつぶされる。本来なら来る前にもう死んでるんだけどね。なんで私あの黒いピチピチの服着れないのか。着れない。ここで着れてるの私とミカサとリヴァイだけだ。マジか。そうだ。悲しすぎるだろお前。着せてくれ。マキアデパートショッピング。大丈夫か、この飛行船撃ち落とされねえか。大丈夫か。俺の回れ線だ。大丈夫。出撃してすぐはシールド貼ってあるから大丈夫だ。早めに歌歌しておけよ。バンティー出してるな。別すげえだな。あ、誰も降りないのか。そしてえ、違う、これ私がいない。うわ、何の騒ぎだ。リヴァイと一緒にさしたら放棄です。イカサちゃんのセリフなんだよな。あ、そうだった。セリフを取ってすまない。屋上に降りれなかった。はい、私とショッピングデート。ショッピングデート。何笑ってんだ。こらえきれてねえじゃねえか。デートの街でニヤニヤしてるやつだな、お前。ああ、常にマスクの下ニヤニヤだ。エルヴィンのなんか執務室の机の引き出し見たらなんか荒れそうな女の子ランキングで調査兵団の名前つけてたよ。私あの割と調査兵団の女性リスト見ながら電車乗ってるから。最悪な団長だ。なぜか勘違いしたのか知らないけどなぜかアルミンが1位だった。アルミンかわいそう。アルミンを地下室に閉じ込めたい。あ、やばい。何目標どこだ。おい、もっと緊迫感あるよお前。うまいもの言い方。すまん、ちょっとやばいって。目標目の前見たらつけないでって。ちょっといいからしてしまった。仕留めたか。こいつに仲間の居場所を吐かせるか。おら、ケツ出せ、ケツ。マジ、私もうすでにケツ出してる。お前じゃないって。お前だけはやだな。私じゃないのか。あ、やばい、目標目の前。そうや、そうやるんだ。いや、それ強い。バルコのやつ、それ。大丈夫か、ミカサちゃん。間違えた、ミカサ。なんとか私についてくれば間違いない。了解。さすが、スーツを着たエルビンは強いぞ。危ない、ふう。ミカサ、敵がこうやってしばくんだ。なるほど。そう、心臓を貫く。
パターン。そんなゲームだったっけ。東京ダイソーでプラン。おお、エルビン、ガチ決めの前。何やってる。何をやってる。先来るぞ。ハンジお前下がってろ。目標がどこにいるか分からない。あの岩上だ。おいハンジお前クソ雑魚なんだから家の中入ってろ。ああそうないそうない。原作では大型巨人6体ぐらいぶっ殺したんだけどな。今それとは関係ない。自分たちには力がある、時間がある、選択肢がある。そう勘違いしてしまったのだリーバー。あすいません。声かぶってるって。声かぶりしてるぞ。綺麗に。申し訳ない。ダメだ、これは体で払ってもらうしかないようだな。そこまで行け、エルヴィン。お前が行け。ただ私行っていいのか。13代団長イケメンエルヴィン・スミス行っていいのか。課題評価にも程があるだろ。どう考えても。ミカサどんな男がタイプなんだ。んそうだ、優しい人。私だな。俺か。俺か。みんな。そして意志が強い人。すなわちエレン。どうしてだよ。なんだこの。俺だな。エレン。という時だけエレンになるんじゃねえ。くそ。弱いな。本当に。俺もお前と同じだよ。ないな。同じか。なことは分かってんだよ。お前に言われなくてもな。お前がクズだってことは分かってんだよ。ミカサちゃんミカサちゃん、ついでにライナーはタイプか。タイプじゃない。どうしてだ。素で悲しがってるな。藤原竜也みたいになってるはずよ。藤原竜也。なことは分かってんだよ。今そんな汎用性高いの。何でも使えるじゃんそれ。代わりにお前今日確定な。決断な確定。いや俺は今日ミカサと確定すんだよ。なんだとお前。大丈夫だライナー、俺が安楽死計画で阻止してみせる。全男のあれを俺は消すから。生殖なんたらをあれするんならお兄ちゃん、それこそが俺とジークの計画なんだよ。なんだと。そうだエレン、もうエレンにぶち込めないってのか。そんなこと言ってたの。これ完全に引いてるな。ガソリン入れるから動かないでくれ。くせ。待て、ガソリン入れたら待て、私道に入ったぞ。どういうこと。どういうことだ。私道に入った。全てのエルディオ人に、私の名はエルヴィン・スミス。私が言いたいことはただ一つ、率直に言えば調査兵団への勧誘だ。現実でもできるだろうかこれ。わざわざ道に入って介入することでもないぞ。待て、私鎖で繋がれてる目の前に女の子いるぞ。これ幻覚は。お、それはユミルだ。あ、それユミルだな。てかお前癖のちぎり設定無視でお前道入るの。お前が見たのお前が道を作るな。そうそうだ。お前スミスもレイスも変わるんだろ。大して変わるわ。スだけだ。なんで変わらねえと思ったんだよお前。そうだろ、私オーケーの血引いてるから大丈夫だ。オーケーの血族にそんな眉毛太いやついないぞ。俺がオーケーの血を引くものだ。お兄ちゃん、いやかましいわ。ハンジ、なんだ。お前は役目を果たした。よく頑張ったな。これから私と二人でバカンスか。出かけるか。南の島へ突撃。突撃。ガソリンに行け。ちょっと お兄ちゃんこの車乗れない？いいよ。お、さすが。お兄ちゃん。弟。お兄ちゃん。私も弟に言うとか。お前道に入るだけであらず、お前映画系にもなろうとしてんのか。いろんな家族になりたがるな。私とお前は坂月顔しただろうか。ちょっとなんかワンピース。あ、もう敵敵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 。もう今日ね、まあ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 。了解了解了解。分かって分かって。一回は言えよ。すいませんでした。気をつけろ。そら、そら。気をつけろ、ハゲ。誰が受けた？あそこヒストリアリュー、ヒストリアリュー。撃ち殺せ！撃ち殺すな。おい、落ちてくるぞ、これ、タウンで。あー、ごめん、やられた。リヴァイ！やったやったやった。おー、うん、なあ、リヴァイ。ナイスだ。やったさ。ちょっとめっちゃいるな。あ、ちょっとめっちゃいるな。間に合い！すごい！何よ！やった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 。ナイスだ。全員どうぞ。よくやった。サイヤ人を舐めるなよ。え？舐めるなよ。金髪だけども、お前はスーパーエルディア人だ。その通り。ミカサ、私のような強い男ですけど。そうですね。困ってんじゃねえかお前。違う。どう見ても困ってるだろうお前。私ミカサは可愛い人もいるんです。
お待て、乗るぞ。パンチが来ている。逃げるんだ。待って、俺は言って大丈夫か。リバイ、言ってパンチお前だぞ。やばい、リバイ。え、私か。やばい。これはまずい。これはまずい。あ、やばい。すまない、すまない、すまない、すまない。おい、ハゲが瀕死だ。ハゲ。行けろ、ハゲ。死ぬな、ハゲ。おい、左。やばい、袋を抜かす。俺の血流しの夢が。すべてのエルディア人、すべての戦い。進め。ただひたすらに進め。だからお前座標入れないって。ではこれより第10。何回だったこれ。13回だ、13回。あ、13回か。第13回壁外調査を始める。進む。了解だ。了解です。なんかテンション高いの私だけだ。誰もついてきてない感じしたぞ今。おい、ミカサ見ろ。はい。お、かっこいいな。え、お、すごいだろ。立体軌道だ。ミカサ、お前も使えるぞ。え、本当だ。え、いいな。なんで。いや、ミカサ、セルフ効果を忘れる。おい、ミカサはそんな言わねえだろ。効果音朝言うのか。ちょっと言ってみてくれ、効果音。かわいいな。かわいいな。やばい、恥ずかしくなーって。アルミン、息してるか、大丈夫かな。息してるよ。タメ口。タメ口使うんじゃねえ。お前、まだ私生きてんだ。タメ口使っちゃダメだろ。スミス君にちゃんと謝んないとだぜ。誰がスミス君だ。お前もお前、口の利き方気をつけろ、アイレン。すみません、エルビッター長。私のことスミス君って言ってんのは兄ちゃんぐらいだぞ、お前。そうだよ。そういえば兄ってなんかキックの練習のサンドバッグが欲しかったんだな。ここにエルヴィン団長がいるからこいつでキックの練習しね。もう練習すんじゃねえ。私はエレンがいい。え、俺でキックの練習。兄にエレンは渡さない。私はミカサより可愛いもん。私だってかわいい。かわいい。安心しろ、ちゃんとかわいいぞ。ありがとうございます。ハンジさんだってかわいいよ、女性枠だし。まあ、僕が一番かわいいんだけどね。いや、お前男だろうが。私はどうなんだ。私はエルヴィンは卒枠じゃないですか。眉毛枠だから。誰が眉毛だ。なんか私だけ枠組みおかしくないかそれ。俺も人気すごいだろ。そうそうだね。リヴァイはまあタラちゃん枠だから。誰がタラちゃんだ。違うかったね。早かったね。ミカサにもいじられてるからだ。あのネクラ野郎、いつか叱るべき報いよ。それ私のセリフ。それ俺のお前のセリフ。自分のセリフまで。あ、銃声目標目の前。だいぶ巨人いると。10メートル級目の前。10メートル級、了解だ。総員撤退。撤退すんのかい。お前、13回目壁外調査始まったばっかりだぞ。早いって。10メートル級、10メートル級で怖えんだ。こんなところで下手ってる場合じゃないぞ。そうです、ハゲ。そうだ、本当に。下手るのは髪の毛だけ。今、ハゲっつってか、私のこと。聞き逃さんからな、私。聞き逃さんな。ミカサ大丈夫か。私が守ってる。はい、大丈夫です。私の援護はいらんってか。いや、そんなこ、うん、いや、大丈夫。すま、困ってるな、すまなかった。ちょっと圧が強すぎたんだエリン。もうちょっと眉毛を薄く細く。眉毛薄くしねえ。また眉毛関係あるのか。私顔が濃いんだよ。そうだ、私の顔にイチャモンつけおってるか。あつあつ、それで、それで、すごいやつが。あ、それそれそれが、ちょっと気をつける、今度から。スミス反省。アーニャみたいに言うな。待て、ここ団長3人もいるじゃねえか。3人もいらんぞ。本当だ、3人。何代目、何代目、何代目ですか。私は13代団長、エルヴィン・スミス。いや、かもしい。最後のいらねえだろ、絶対。いらねえだろ。14代誰だっけ。私が14代団長、ハンジ・ゾエだ。ハンジ・エロ、よろしく。そして僕が、15代、アルミン・アルレルケ、アルミン・笑い方のくせが。何の今の笑い方は。アルミン15代だったのか。あ、16代。俺はエレン・イェガー16代団長です。お前じゃない、お前じゃないぞ団長。俺はない。なるね、なるね。
いや、エレンを乗せてこのまま壁内に戻れ。俺は獣の相手だ。あんた、すまん、みんな大丈夫か？大丈夫です。私だけ私だけ重傷だ。だから縛らねえんだってお前。世界観ぶち壊すなお前。お前のその情けない声でぶち壊しなんだよ。アンジー。なんだなんだリヴァイ。お前がアルミンにリヴァイコケ使っていいよって言うからな。ああこいつあの日以来俺にタメ口なんだよ。めちゃくちゃ舐めてると思わねえか。マジか。タメ口はどうなんだろうね。俺全裸でいいって言ったのにさ。ああそこはあれだよ。寝てる時にね気づいてない時にめちゃくちゃ悪口言っていいよと言ったけど。めっちゃ陰湿なタイプじゃねえか。何言ってんの。もう来たメールボーイ。あれ勝ち的勝ち的勝ち的。団長ズラが。私に続き誰がズラだ。エルビー、左に風邪か。間違えた、めっちゃいる。音えたと。あれ、あ、遅い。ハンジやられてるぞ。私が接触した瞬間、速攻でぶち込まれてしまった。何をぶち込まれてる。何をあそこにぶち込まれてしまった。何を言ってるんだお前は。何を言ってやがる。何でもないさ。お前には言ってない。我々はいずれを突き破る。センシブ危ねってエルビー、お前ここにピーレイ。いたよ。いた。待て、右どっ。右翼が巨人来てるぞ。3メートル級。ミカサ、そのまま伏せてろ。やった。ナイスだ。ナイス。ハンジをやったやつがやったぞ。ハンジに注射撃て。ハンジに注射、注射撃て。注射。おい、巨人化するお前も巨人化すんのかい。お前もすんのかい、エルビー。ムクの巨人になっちゃった。撃ってねえだろ、お前に。私結構でかく、ムクのあのに30メートル級ぐらい捨てて。すごいな。30メートルってどんぐらいか教えてる。エレンの2倍だぞ。やば。でかすぎだろ。アニちゃん待って、アニちゃんのお父さん、アニちゃん、アニちゃん、アニちゃん、待って、久しぶりのデートだ。久しぶりだな、アニちゃん。地下室以来か。あー、待って、誰だ。ちゃんと掃除して。色気あるな。すごい。何色気ある。何お前なんかトレッチだな。今おお、大丈夫か。 AWM だ、気をつけろ。何 AWM、 気をつけろ。 AWM があるぞ。ハンジさん、何やってくれてんですか。ハンジさん、なんとかしてくださいよ。いいえ、何もしてない。俺じゃない。やばい、やりました。やったやったやった。ナイスナイスナイス。勝った勝った勝った。よしよし、勝ったぞ。勝った勝った。3位、それも不正。勝てるぞこの試合。何を思ってよ、お前一番戦えねえんだから。アルミアルミ撃たれてる。今なんか取られてる。アルミが弾丸撃ち込まれてるぞ。この試合勝ったらミカサと結婚するっすよ俺。あーやめろやめろ。勝とう、なんとしてでも勝とう。フラグビンビンじゃねえか。すごいフラグが立ってるぞ今。ビンビンスミスなんつって、うん、やかましい。あ、目標キュウラ、目標キュウラ、目標キュウラ。165もいるぞ。まずい、六角だ。エルビー、弾を少々くれないか。100発お前に託す。助かってよ、ジス。獣の巨人はお前誰がジスだ。まあ僕たちからしたらリヴァイもおじさんだけどね。で、誰がのタメ口。申し訳ない、死んだ。ノリ、大丈夫。いつの間に死んだ。いつの間に。断末魔あげ、調査兵、調査兵は断末魔あげるルールあるからだ。そんなルールあった聞いたんだけど。うわぁ、アルミ起こした。俺爆発したんだけど。やーだー。ハンジさん起こしてくださいよ。ハンジ、ハンジ、ハンジ、ハンジ回復しろ。ハンジさん回復、回復、回復、体力減ってる、体力減ってる、体力減ってる。誰か、ハンジ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 、回復しろ。俺、後ろ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 、後回復しようとしたらエルヴィン担いじゃった。ごめん。何やってんだお前は。お前まぶた上下に揺らすんじゃねえ。地獄みたいな光景だった。我々は進化校を奪還する。目標進化校。癖が強い。あと届かねえぞエルヴィン。絶対無理だなこれ。じゃあここの奪還諦めるわ。こうするか。軽いな。俺たちお前に心臓を捧げないといけないのか。エルビー、自分に聞いてみてくれ。
人類のために心臓を貫くことができるのかを。違う、微妙になんかにわかなんだよ。捧げようが、捧げることができるのか。貫くな心臓。間違えた、間違えたじゃねえ。間違えすぎだ。エルヴィンが一番間違えちゃいけないことだぞ。そうなんだ、ただの知りたがりだそれは。納得。どこぞの死に急ぎ野郎と同じにされたくないが。何ですか、ちょっと俺のことはいじらないでください。エレン、久しぶりだ。さっさと私を地下室に招待しろ。弟ミカサの家に招待ですか。何、お前ら一緒に住んでたのか。はい。そうだろ、同棲ってことだじゃん、つまり。そうですね。そうだよね、小さい時からお互い一緒にお風呂入ったりトイレ一緒に行ったりしてたんだ。何だと。私でも同棲したことないのにお前エレン同棲してんのか。聞いてくださいよ団長、お家に他の女の子ね連れてこっちゃう、怒っちゃうんすよミカサが。そりゃそうだろう、誰連れてきた。いやまあ兄とかクリサとか。兄ちゃん、あとジャンのお母さんとか。とんでもないもの紛れ込んでるぞ、ちょっと待て。ジャンのお母さんはいいんだけどな。オムレツ作ってもらったか、ちゃんと。オムレツ最高でしょ、ジャンボーイ。お前ら殴り合う仲だろ、ジャンと。私殴り合うか、ちょっとエレン。やめてくださいよ、服が破けちゃうでしょうが。腹立つな、お前なんか。お前見てると腹立つ。お前はバカバカっぽいな、喋り方。スマスミス。スマスミスってなんだよ。起きた目の前を出て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 。何笑ってやがる。なんでもないスなんでもないスーっていうのかと思った。お前最近服とかなんか買ったか、はい、お洋服ですか。うん、俺は GU だ。GU っすね。なんか今手広げてなかった。GU と GU をかけたんだ。匂いかかってたな。団長は財布何使ってるんですか。私は高級なポールスミスの財布。なるほどな。さすがスミスさん。ブランド品までこだわってるんですね。ブランド品までスミスだ。スミス最先端。じゃあもちろん靴も。靴もスタンスミスだ。こだわりの感じ。おいポール事故んなよお前、ダメージ食らっちゃったじゃねえか。誰がポールだ。おすいません、気をつけろ。どっちはイカサはちゃんと優等生してるな、偉いぞ。ありがとうございます。イカサは私のことを好き。ここに繋がるのはおかしいでしょうか。尊敬してます。私のこと尊敬してる。まあ自分で言うのもなんだけど、尊敬するところ1ミリも今んところないと思う。見習っちゃいけないところな。ああ、反面教師的な。見習っちゃいけない例を私はやってるだけだから、俺はこの内地に行きたい。もう本当に夢を諦めて死んでくれ。運転誰だ。リヴァイだ、リヴァイ。おい、あれがすんな。気をつけろ。寝てる時だって言っただろ。やるんだったら気づかないか。寝てる時もダメだ。ギリギリのところでやるんだ。ごめんなさい、ハンドさん。寝てるふりしてるだけで聞こえてるからね。大変なんだよ、ちょっと。リヴァイはあのエレンとミカサとかアルミンが話してる時こっそりあいつ聞いてたからな。こっそり聞いてたのか。お前は知らないはずだろ、エルミン。なんだ、私生きてるわ。天国から見てんだ。天国から見てるわ。ちゃんと死んでるわ。しっかり天国から見てるぞ。お前らの活躍はな。ああ、私も見てるぞ。さっさとこっち側に来いから。すごい勧誘。率直に言えば、天国への勧誘だ。死神じゃねえか。天国ない。あ、来た！来てエルミン団長、肘でちょっとハンドル押さないでくださいよ。なんだ、やめてください。私のガタイにイチャモンつけよったのかお前は。ガタイに。何でもかんでもお前イチャモンつけんじゃねえぞ私に。ユーさん代なめんなよ。ユーさん代だからって威張ること。私がお前始まりだから。いや、始まりは始まりではない。始まりではないです。バカ、伝説の始まりだ。私が団長になってから全てが変わったんだ。あれだ、過去の栄光をねちくりずっと言うタイプだ、エルヴィン団長。陰口言われるタイプだな、これ。嫌な上司みたいな言い方すんな、お前。お前ら私の陰口言ってんのか。そう、あの、裏で、あいつ、キッショハゲのくせにって、絶対みんな、あの、コビーにハゲのくせにってつけてる。誰がハゲだ、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 だ。バグ生じてる、バグが。バグ生じてる、お前、ハゲハゲ言われすぎて、もうやべえ、マジでハゲそう。車来てるぞ、車。待ち。正面敵だ。あ、チェーンソーも、チェーンソーも、チェーンソーも撃て。怖い、怖い。かっきり私任せろ。右翼が、右翼が敵接近。やったぞ。同じくと。キルバクだけは、早いな。キルバクだけじゃねえよ。すべてにおいて、判断力、イケメン度、性格、はい、その他もろもろ、私完璧だ。なあ、ミカさん。そうですね。ミカさん困ってるじゃないですか、やめてくださいよ。ミカさん、
ごめんね。知らない間にプレイヤー殺しておいたぞ。屋根に登ってたな。どうやって登るんだこれ。立体軌道で登るだろ。立体軌道持ってないって。そうだ、お前私立体軌道で屋根登ったぞ。どうやって。セルフ立体軌道だ。強いな、本当に強いな。背が強い。あ、待って、ガチでいるくねか。どこにいる。やった。お前もう俺たちいらねえんじゃねえか。実は私武闘派だからな。実はっていうかもう一目瞭然だよね。ガタイが物語ってるぞ。ハツハツだからね。知的な感じよりかは脳筋の方がモテるんじゃないか。兄とミカサにちょっと脳筋の男はモテるのかちょっと聞いてみたいですね。まあ私は弱い男が好き。私ちょっと貧弱になってきた。ちょっと俺のこと守ってくれ。急に審査になってる。俺守ってくれる女が好きなんだ。急に肩腕取れた。パチンコとか負けそうになったら助けてくれる女。それはもうミカサがくれるよお金。貢ぐしかないな。ミカサちょっと今月も2万だけいいかな。何待って死ぬ。待ってミカサやられてる。痛そう。ミカサこっち来い。ちょ金欠だわ。ミカサ金欠。金欠って言いながらやられたぞ。今月もない。やっぱ兄ちゃんかな。いや貯金はある。今月もないのはエリモン団長の髪の毛だけにしてやね。誰が吠えたの。俺盛るんだ。こっから脱出するぞ。やばい。アルミン、兄ちゃん死んだ。アルミン、アルミン、アルミンだか兄だかわけわかんねえな、こいつは。置いてけ。こいつ、これ、もう、まずい、撃たれてる、やばい。抜いた、抜いたけど、あいつ、パンヘルだ。俺も兄ちゃんに抜いてもらおうかな。何言ってんだよ、急に急ぎ野郎。生き急ぎ野郎だったな、完全に。生き急ぎ野郎で。知らない。うまいな。うまいな。ああもう終わった。ハジさん離れておきました。待てよ。ウルビンの放棄です。よせお前ら後悔するぞ。やばい。心臓。ほらハジ。まずい。俺を助けろ。え、てかミカサいつの間にか死んでたの。ミカサずっと前から死んでたの。死んでたの。気づかなかった。金欠の時に。そうだ、金欠の時に。金欠で死んだ人見つかってる。試合まだ行ってねえじゃねえか。誰だリーダー。お前だよ、エルビン。団長でしょ。あ、私か。すいませんでした。ナチュラルハゲ。行きましょうよ。誰が負けた。入りすぎて爆発音みたいになってるぞ。私は大砲よ。違う、それも違うセリフです。みんな一人一人今喋ってみてくれ。俺から行くぞ。獣の巨人は俺が仕留める。でおなじみのリッパーだ。リッパーよろしくな。次行くぞ。エルヴィン、お前その眉毛モテねえだろ。でモテるおなじみ。今私のこと気がしたな。入ってくんだ早いってお前。早かった。自己紹介。今日はお前のうなじ買ってやるから。ひどいです。誰だお前は。いいなぁ。でおなじみのマルロフロイエンベルクです。よろしくお願いします。あ、いいな。でおなじみなのか。じゃあ私いいか。私いいか。ちゃんとやるよ。ちゃんと、もちろんこういう時ぐらい格好つけさせろ。自覚あんだな、いつも格好悪いって。いつだって私がかっこいいぞ。やべまずい。足元2つある。助けて。助けて。ちょ待て。武器がない。武器。まずい。目標で。助けて。なんだ。リバイバル。足に自己紹介させるこのクソデキが。しばけこいつら。ひどいな。私自己紹介していく。しろ。で、おなじみのエルヴィン・スミスだ。アルロ見たってつまんねえからな。誰が私見てもつまんないです。リバイを見るぞ。リバイ。早くこっち側に来い。殺そうとすな。誰か死んだらあれだからね。エルヴィンにバカンスに誘われるから。ああ、そうだぞ、お前。よく頑張ったなっつって、お前。話は聞くぞみたいな言い方されます。話は聞かねえぞ。聞いてくださいよ。話は聞かないで。リバイ、お前、メイドの土産持ってこいよ、ちゃんと。メイドの土産に A だブーを持ってこいよ。A だブー。言い方の癖よ。本当にそうですよ。あ、もう今日目の前。来た来た、ナイス。やったぞ。あたかもやった風に言ってましたね。なんだ。まあ私に、お前も私にイチャモン付き合ってるか。別に感染だけど、お前プレイしてるように言ったっていいだろうが。ハンジじゃなかった。お前誰だ。ハンジじゃないです。マルロです。なんでお前ハンジじゃねえんだ今日。
いや、ごめんなさい。確かにハンジさんの方が絶対似合ってるはずなんです。納得だ。読めいいんだよ。なるほど。キノコが。誰がキノコですか。キノコすぐにしまうぞ、この野郎。眉毛じゃない。あ、眉毛とキノコって誰が眉毛だ。いや、私のことじゃ。食べるな、食べるな、お前。モンハンの体験ぐらい食べるから。あなた今すごい楽でいいですね。私天国だから。あ、やばいな。原作通りだろうが。天国エルヴィンですね。お前もこっち側だろうが。なんでお前死んでねえんだ、透析で。死ぬで。しょっぱなからカオスなんだけど、もう。両手拳銃があったぞ、エルヴィン。両手拳銃何？携帯起動。アップ。ああヘルフ。じゃねえ。ジーク、お前これ使うよな。ガソリンを補充しておけ、ジーク。エレーダー下だ。ここが。なぜだ。命令だ。従え。なんか道に道に入ってるみたいな。あなた道に入ってます。すべてのエルディア人につく。私の名はエルヴィン・スミス。私が言いたいことはただ一つ。率直に言えば、100万円の賞金が欲しい。やめついな、お前。ダメすぎですね。願望が出てるぞ。100万円手に入れたら私、地下室帝国に使うからな。地下室じゃなくて表に出てきてください、それだったら。私、ずっと地下室にこもりてんだ。引きこもりじゃねえか。毎日、お前、家にいるからな。お前、鬱になるぞ。それに関しては否定はできないです。編集、編集って、お前。鬱瓶スミスだぞ、私。目標どこにする、目標。え、じゃあ。しばくぞ。リヴァイ、お前口が悪いぞ、気をつけろ。いや、お前に言われたくない。お前失礼した。もう今日、じゃあお前ら、突進シンクだ。すごい適当ですね。ああ、了解だ。さと、心臓捧げろ。もう今日、ワカピー、進む了解だ。本番だったら、本当に死んだ人は、的確な指示を出さなきゃいけないな。そういうことだ、ね。私は適任だろうが。指揮官として私、適任だから。判断力、ね、イケメン度、すべてにおいて私は完璧だ。何を笑ってんだお前ら。そうですね、そうですね、イケメン。そうだろうが。イケメンかもしれないだろ。13代団長イケメンエルヴィン・スミスだ、私は。文句あるか。そんな肩書きはないです。なんだお前。またお前イチャモン付き合ってるか。お前、一見たいとはまたもらえるかって言ってねえからな。私、おいしいものばっかりあれだから、先に食うタイプだから。リヴァイは最後まで取っとくタイプだから。ああ、なんか言ってたな、お前。リヴァイは最後まで取っておくタイプだ。かっこつけよかった。よく当たってくれてたな。はい、いるな。ここにいたらなんだから。13、75、目標75。なるほど、特攻、特攻。ああ、わかりました。いいな。やりました。やってこ。進め、進め。お前ら、なかなかしぶといな。だから、この放送なんだ。しぶてければいいんだろ。ポイントあるだろう。あ、前、敵いますね。何が？目標どこだ？どこだ？だね。おい、クゴ式拡張マガジンがあるぞ。私、天国でクゴ式持ってるから、戻っていいか。お前は、作業してくんな。クゴ式、もう乱射してるから、天国。あの世行っても、バイオレンスなんか。あの世でも、お前、検定弾撃ってるから。暴れるな、お前。信号弾撃ちます。え、本当ですか？何それ、私が撃ちて。私が撃ちて。あ、身代わりなんで私が撃ってます。しっかり働けよ、お前。はい、わかりました。了解です。かっこいい声の出し方わかりません。その声だったら舐められるだろうが、他のチームに。舐められてるよ。何？誰が舐められてるってんだ。お前だよ。レベンの眉毛だ。何？誰が眉毛だ、だ。さっき乗れ、クス野郎。はい、ひどいですね。今、私のこと言ったのか、リヴァイ。いや、お前はハゲ野郎だろ。うん。エルヴィン。そうだった。誰のハゲだ？私がちょっと指示を出す。ここの二連マンション屋上を取れ。了解だ。はい、了解です。まずい、敵いるな。はい、まず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 い、あそこの屋上にいたのは失敗だったな。よせ、後悔をするだ。いや、まだ誰も来ない。早すぎる。早かった。いっぽいこと言ってないぞ、まだ。ちなみに、まだ死んでねえよ。すまん、未来います。あ、いる。120度いるぞ。120度にもいますし、120度ぐらいにもいます。75ぐらいにも。いや、リヴァイ、そこは危険だから撃つな。リヴァイ、リヴァイ、
まずい。ジーク、目解け。落ち着いてくれ。ジーク、落ち着け。お前、焦りすぎては無言になってるぞ、ジーク。ダメですよ。無理すぎです。救助して回復したらすぐに車に乗って離脱しろ。助かったぞ、ジーク。当たり前だ。じいさん、助かった。誰がじいさんだ誰がじいさんだ赤瓶。私の名はエルヴィン・スミス。エルヴィン、よろしく頼む。癖が強い。一人一人ちょっと自己紹介してもらっていいか。私の名前はミカサ・アッカーマン。かわいい。あ、すまん。あ、次で。ありがとうございます。ボールローで南区、ラウパー村出身、サシャ・ブラウスです。これからよろしくな、サシャ・ブラウス。よろしくお願いします。今度ちょっと家遊び行っていいか、サシャ。私の村は壊滅します。あ、すまん。ちょっと失礼なこと言ってしまった。時代を踏みやがった。ナシャ大丈夫。気まずい。かわいそうに。これからもっと気まずくなるからな、サシャ。これ以上があるんですか？やりづらい。これ以上気まずくなるぞ。ヒストリアレイス、よろしくお願いします。よろしくね。その癖。よろしくね。すまん。たまにちょっと癖つけたくなるんだよ。やっぱ尖りたいからな。私いろいろと尖ってるだろ。確かに太すぎる眉毛。太い眉毛は好きか、サニーと。あまり。普通が一番。何？立派な眉毛、男性らしいだろ。そんなことないです。ちょっと待って、私二人と手繋いでる。これ誰だ？なんか今変なおじさんと手を繋いでるよ。誰が変なおじさんだ？調査兵団13代団長だぞ。なんかどうなるか。あれ、あれ何？痛い。ちょっと待って。何これ？まだ何も持ってない。味方大丈夫だ。味方大丈夫だ。私が芝居だ。あ、ナイスです。なんかピュン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 ってなんか刺してる。ロボット。なんだ、ドピドピって。ぶっかけられてます。ぶっかけられてる。何を？え？なんこいつは。私もぶっかけでいいか、ちょっと。これでじゃあ、ミカサの心を抱いていいか、ちょっと。無理だと思います。嫌だな、何なんだ勢いが、圧。うーてぅ、おい、ワンポンナイス。え、この武器めちゃめちゃ強いぞ。ちょっとじゃあ、サシャにこれ渡しとく。ありがとうございます。これをそれをそうして、私に向かって撃つんじゃねえ。こうして違う、私に向かって撃つんじゃねえ。危ねえ、危ねえ、危ねえ、危ねえ。機会から私と付き合いたいってか。そんなこと言ってない。あ、違うか。あの、やっぱり撃っていいですか？よせよせ、後悔することになるぞ、サシャ。私を撃つということはリヴァイできるマスターだ。いや、撃っても多分大丈夫。ペトロなら許してくれるかもしれないです。許すわけないだろ、なヒストリア。うん。何も聞いてなかった。お前らお酒とか飲むのか。味方は酒癖悪いですよ。お酒飲んじゃうな、結構。結構、あ、確かに。まあ飲んでたよね。そうですね。エレンとイチャイチャしてるぞ。イチャイチャしてるの私は見逃してないから。すぐイチャイチャするんですよね。ほんと困ったもんですよ。そんなことはない。リア充、リア充してるの。なんか楽しくなるかも。楽しくなるのか。もっと楽しんでくれってやつ。兵長だ。今のも憧れてるんですかね。多分そうかもしれない。サシャ・ブラウス、お前は酒好きか。私はそんなに、どちらかというと食べる方が好きなので。食べる方が好きか。ヒストリアは撮影中にも酒飲むからな。大好きです。今度じゃあちょっと飲みに行くか。おごりですか。エレンのおごりだ。エレンのミカサ、いいの？よくない。エレンは私の財布だから金ねえんだ。そんな、え、団長が貧血にしてたのか。バイクパンクさせるか。やせ。これ私とミカサで一緒にドライブデート行くためのバイクだ。え、デート。あ、口が滑った。デートじゃない、駅外調査だ。こっちに、あ、こっち乗ろう。乗れますよ。あ、乗れた。やった。よせ、お前ら私だけ仲間外れしないでくれ。ちょっとさ、行きますか。行きましょう。楽しそうだな、ガールズ。私別にこれ後ろついてってくるストーカーではないから。変な人がついてくる。誰が変な人だ。ついてきますね。しかもハゲてるし。誰がハゲだ。ハゲいじりするな。ハゲが、ハゲが転んだ。よせ。取れてない。大丈夫ですか。ズラは無事。ズラ無事だ。え、誰がズラだ。私全部拾わんといかんだろ、それも。
待て、サシャブラウス、ミカサッカーの回復しろ。了解。回復持ってません。回復持ってねえのか。あら。サシャ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 、こっちか。私の包帯を。本当にそれ言って大丈夫なやつですか。大丈夫。期待があります。本当ですか。私を信じろ。自分を信じるか、イケメンエルヴィン・スミスを信じるかだ。自分を信じます。即答だったな。いい選択。でも私の味方どう誰もおらんのだけど。なんかトランクってあるの。トランクに荷物入れる。本当だ。すごい、いいな、この機能いいな。トランクに閉じ込められる。なんかよからぬことを考えてませんか。大丈夫ですか。いや、よからぬことは考えていないさ。我々はいずれ突き破るセンシティブの壁を。かっこよかったな。全くかっこよくなかった。ちょっと何言ってるか分かんなかったです。死ぬ。サシャ死ぬ、やばい。あ、本当だ、危ない。ミリだ、今ミリだ。あ、回復ある回復ある。サシャブラジャー、サシャブ間違えた、サシャブラウス。はい、いいですね。今の間違い方ある。なんか来ました。あれ、なんか来ますよ。死んだ。あ、本当だ、なんか逃げてる。左側に逃げてる。ロボ目の前走ってる。あ、壊れた。わ、何、サシャ死んだのか、お前。死にました、ロボットにやられました。ザコイ、ザコっつったな、今ザコっつったか。お前弱な口。大丈夫か、サシャ、私が癒してやるか。ミカさん、癒してください。待て、私は持ってる。持ってない。あ、私は全然ない。ドリンクとこれしかない。お渡します。サシャ、私を頼ってもいいんでしょ。受け取ってください。はい、それありがとうございます。はい、私のけものにされてねえか。いや、そんなことないですよ。いい足。獣にされてねえか、これ。いや、早く車取ってきてくださいよ。あ、わかりました。タクシーしてくださいよ。わかりました。誰もタクシーだ。ヘイタクシー。団長だぞ、お前。ゴータクシーじゃねえんだぞ、私。うせえな、ゴータクシー。遅いな。いや、よ、車紋つけんじゃねえ。早く乗ってくれ。死ぬぞ。いつ隣の人間が死ぬかわからないんだ。気を引き締めろ。ってことは、ミカサの隣、団長が死ぬかもしれないってことですか。あ、そう、まあまあ確かにそうだ。私が死ぬかもしれんから、お前ら私が死んだら悲しかろう。遺産は、私もらいますので、全然ね、美味しいご飯。もう私金にしか見られてないんですよ。何、ヒストリア。もう無理です。あ、ヒストリア、ヒストリア来ないで。あー、今しゃべ注入してます。やばすぎる。ちょっと待って待って待って、頑張って。マジか、サシャもやられたか。痛い、どこ、ちょっと待って、見えない。申し訳ない。いや、まずい、私も。どこから。全方位 MVP。 MVP 私だぞ。見たか、すごーい、すごい、すごい。棒読みだな。さあ、では祝勝会ということで、団長、美味しいものを食べさせて。美味しいものか。我々頑張ったんでね。ですね。では4人でパーティーしに行くか。私抜きか、もしかして。いや、そんなことないですよ。もうそうだよな、そうだよな。お財布は静かにしてください。ポール・スミスだっす。最後まで見てくれてありがとう。面白かったら高評価、チャンネル登録よろしくね。それじゃあ、またね。